どうも、アーサーです。皆さんはメソポタミアといえば何をイメージしますでしょうか？ハンムラビ法典くらいしか浮かんでこない。そんな方に古代エジプトと同じくらい身近に感じてもらえる機会を作れたらと思っています。メソポタミア文明というのは、とある国の変化や発展ではなく、特定の人々が領土を広げたわけでもなく、複雑な上、分かっていないことも多いのですが、その起源は古代エジプトよりも早いとされていて、人類最古の文明です。そんな古代メソポタミアより、今回は人類史上初めての帝国を築き上げたサルゴン王を中心に話をしたいと思います。今から4500年ほど前、紀元前2500年頃にはメソポタミアに存在し、長いことシュメール人と共同関係にあったアッカド人が、紀元前2300年頃にメソポタミアの地域を支配するようになるのですが、その最初の王としてアッカド帝国を建国するサルゴン王は、考古学的にその名と存在が実証されている世界最古の人物で、古代メソポタミアにおいて特に有名で重要な王様です。しかしながら、その生涯についてはどうしても伝説的要素が多いです。サルゴン誕生伝説によれば、彼は神殿娼婦の子として生まれたため、カゴに入れられてユーフラテス川に流されました。なんかコインロッカーベイビーみたいな話ですが、そもそも神殿娼婦ってって感じですよね。性の概念というのは、特に時代や地域によってその感覚が大きく違うものなので、性の概念を現代的な感覚で見てしまうと、そこにある物語を読み損ねてしまうので、可能な限り現代的な常識は切り離して受け止めてほしいポイントなのですが、古代メソポタミアの巫女はお伏せをした者と性交渉を行う風習があったとも言われています。ギルガメシュ叙事詩でも、ギルガメシュの親友エンキトゥの野獣性を鎮めるために娼婦を派遣したという話もありますが、基本的に古代メソポタミアの女神イシュタルに限らず、ギリシア神話のアプロディーテ、エジプト神話のハトホル、北欧神話のフレイヤなど、多くの神話で美の女神は性に奔放な姿で描かれていて、その理由というのが、こうした神殿娼婦の影響によるものとも考えられています。さて、ユーフラテス川に流されたサルゴンは、キシュという都市国家の王、ウルザババに仕える庭師に拾われて、息子として育てられました。桃太郎さんの話を思い浮かべる方もいそうですが、川から流れてきた男の子が拾われるという伝説は、割と世界的にも見られるものではあります。成長したサルゴンは、ウルザババ王のお酌係として仕えることになりました。ところが、サルゴンがウルザババ王が溺死するという夢を見ると、それに危機感を覚えたウルザババ王はサルゴンを殺そうとするも失敗し、その後サルゴンがウルザババから王位を奪うことになります。このサルゴンがウルザババから王位を奪う経緯についてなのですが、サルゴンがウルザババ王の有力な家臣の悪い話を、虚偽、歪曲、邪推も含めてウルザババ王に報告することで、他の家臣が地位を失っていき、並行してサルゴンは自らの勢力を固め、ついにはウルザババを追放して王位を奪ったという見解があります。サルゴン王がウルザババの評価が高い有能な家臣に嫉妬し、彼らを陥れたら、今度はウルザババの王位に嫉妬するといった具合に、段階的に野心が膨らんだのか、最初から王位を奪い取るつもりでいたのかはわかりませんが、嫉妬心が強い人というのは、周囲から高く評価されたいという承認欲求が強く、それはつまり周囲から認められないことを恐れているわけでもあるので、前述したようにサルゴンが赤ん坊の頃に実際に川に流されたのかどうかは分かりませんが、それこそ大人に見捨てられることで生命の危険すらあるような非常に過酷な幼少期を送った可能性は否定できないような気がいたします。また嫉妬心というのは、自分より格下と思っている相手が自分よりも大きな結果や良好な状態にあることへの不満が条件になりやすいので、例えばイチローや大谷翔平みたいな自分と比較すること自体が恥ずかしくなるような飛び抜けた存在には起こりにくいものなので、ということはお酌係風情であったにもかかわらず、サルゴンにとって王位というものが身の丈に合わないものには感じなかったということでしょう。常識的に考えたら勘違いなのですが、
嫉妬心という恋愛などでは身を滅ぼす結果になりがちなデメリットしかないような感情も飛び抜けた勘違いと合わさることで時としてこのような大人物を生み出すことを考えると、様々な人間の感情には何かしらの意味があるのだと思わされたりします。さて、サルゴン王は王位を確立した後、シュメールの都市国家を次々に攻め落とし、さらにエラム地方にも征服領域を広げました。エラムというのはイラン高原南西部ザグロス山脈沿いの地域なのですが、メソポタミアとはシュメール時代の初期から部分的に支配をしたりされたりという関係にあり、メソポタミアの歴史への関わりは浅いものではありませんでした。こうしてメソポタミアを統一したサルゴン王は、上の海、地中海から下の海、ペルシア湾までを征服した王と記録され、その支配領域は史上初の帝国と言われています。帝国の概念って?と思われる方もいらっしゃいますよね。帝国とはざっくりと複数の都市国家、複数の民族を支配している状態を言います。サルゴン王が人類初の帝国を作り上げた要因は多岐にわたるのですが、一つ特徴的なものを挙げると、5400人の常備軍を持っていたとされていて、それはつまり職業軍人ということなのですが、割と歴史が下るまで大規模な職業軍人を抱えているのは非常に珍しい状態でした。というのも、普段から戦闘訓練をし、国家意識を持っている職業軍人は、戦争の時だけ雇う傭兵よりもはるかに強いのですが、農業の生産効率が低い時代に食料を生み出さない職業、それも戦争がないと出番のないプロ集団を維持するにはかなりの経済力が必要となります。ところがこの軍事力をコストではなく逆に生産能力に変える方法があります。そうです、侵略です。侵略を繰り返すことで高い軍事力の維持が可能となり、強い軍事力はさらなる侵略を成功させる、こうした好循環がアッカド帝国の強さの背景にはあったのでしょう。話は変わりますが、サルゴン王の娘エンヘドアンナはウルという都市の月の神ナンナの神官となり、様々な詩や文章を残したのですが、彼女は作者が分かっている世界最古の文章を書いた人物とされていて、また私を語り手とする視点で文章を書いた最古の人物とされています。そして彼女が神官となったことで、以降のメソポタミアではアッカド人やシュメール人が滅んだ後も1800年間王の娘が神官となる風習が続きました。国が滅んでも宗教は残るんですね。さて、文章といえば文字なのですが、アッカド人はシュメール人と同じくさび型文字を使っていたものの、言語は違い、発音も違い、まるで日本語における漢字に近いものがあるのですが、これはもともと文字のなかったアッカド人がシュメール人との文化的共生関係を経てそのようになっていき、そしてアッカド帝国によって征服された近隣国家でアッカド語は強要され、国際共通語となりました。さて、軍事力と経済力でいくつもの民族を支配したアッカドはサルゴンの死後各地で反乱が相次ぎましたが、それらをことごとく鎮圧し、サルゴンの孫ナラムシンの時代にはアッカド帝国の支配領域ハントは最大となります。しかしながら大幅に拡大した領土ではより多民族を支配することになる構造上、それまで以上に反乱が相次ぎ、反乱鎮圧のために1年間に9回の戦闘を行ったという記録も残っています。こうした反乱はナラムシンの時代には徹底的に叩き潰し、ナラムシンはメソポタミア史上初めて自らを神格化しました。ただ神格化とはいえ、エジプトの王ファラオが最高神の化身であるのに対し、ナラムシンは神としては末席気味に位置づけていました。そしてナラムシンの息子シャルカリシャッリの時代になると、ナラムシンの死を見計らったように周辺民族からの侵攻があり、さらにメソポタミア各地でシュメール人が反乱を起こし、そこに干ばつによる飢饉も重なって、メソポタミアの地域は誰が王で誰が王ではなかったのかと言われる無政府状態になります。そうして支配体制が確立するよりも早く短期間で超大国となったアッカド帝国は、それがゆえに200年ほどで崩壊することになりました。こうした混乱の中でシュメール人が再び
メソポタミアの地域で勢力を盛り返し、紀元前2100年頃、ウルという都市国家の軍事司令官であったウルナンムがウル第三王朝を建て、ウルナンム法典と称される法律を定め、この法典は後に古バビロニア王国でまとめられるハンムラビ法典に影響を与えたと考えられています。しかしこのウル第三王朝は5代目イビシン王の時代にエラム人の侵攻を受け、わずか100年ほどで滅びることとなりました。この後シュメール人は歴史から姿を消し、消えた民族なんて言われることもありますが、それはシュメール人が根こそぎこの地上からいなくなったわけではなく、他民族との混血が進んだり、それ以上に前述した通りアッカド語が共通語となっていく過程でシュメール語が話されなくなり、シュメール人のアイデンティティというものが消滅していったということだと思われます。そしてその後メソポタミアの地域は今から4000年近く前、紀元前1900年頃にアムル人による古バビロニア王国が支配するようになります。いかがだったでしょうか。そもそも歴史というものは絶対に正しいと断定できるものが少なく、基本的に諸説ありの世界観ですが、その中でも時代が古くなればなるほど物的証拠は少なく、伝承に頼り様々な推測から研究がされています。そんな推測を皆さんもしてみてはいかがでしょうか。そうした声はぜひコメント欄でいただければ幸いです。それでは次回、古バビロニア王国ハンムラビ王をお楽しみにしていただければと思います。それでは、アーサーでした。